カタールの時間で4時15分のキックオフ。まあ、このイルバトフ素晴らしく経験のあるレフリーなんで、このレフリーをこのに持ってきてたということはですね、やっぱりこの一番がいかに重要だったかということを証明していると思いますね。そうですね。AFC アジアカップカタール2011、日本対サウジアラビア、今前半が始まりました。前で収まって20番キャプテンのヤセル・カフターニ、ファールになりました。フリーキック、どうしますか。距離はまだ40メートルあります。センターバックの長身のハウサウィーとオサマ・ハルビの2人がいた、外だ。早いリスタートでした。そこにヤセル・カフターニが入ってきました。はい、山本さん、これまだ日本が準備している前でした、はい、そういう体制整えたというところじゃないでしょうか、はい、岡崎中で前田シュートが来た。ちょうどペナルティーアークの上からのシュートでした。カバーに入りました。今野サイドへ開く、また今度は柏木が出てくる、裏へ岡崎。山本さん、この時間帯は日本がボールを早く動かしてきました、はい、で遠藤長谷部のどちらかを前に上げるという選択もあったんですが、ザッケローニ監督は昨日の記者会見でシステムを作っている最中にあまりいじりたくなーっと、岡崎が抜けるオフサイドはない、浮かす、そのままゴールか。日本先制点、オフサイドなし、日本先制点。前半の8分、岡崎でした。抜けていきました岡崎。まあ岡崎らしい、はい、素晴らしいゴールじゃないですか。最後のところ落ち着いてましたね。サウジアラビアがディフェンスのラインを上げてきました、はい、その裏をラインを突破しました。幸先よく日本先制点。完全にキーパーの出鼻を浮かせました。落ち着いていた岡崎、遠藤から、はい、ワンタッチで出てきましたよね、左サイドへ展開。香川まだそれほど中には今日は入ってきていない状況。今入ってきて丁寧に上げる前田の裏だ、岡崎2点目。13分2対0。丁寧ないいボールでした。岡崎今日2得点。やっぱりこの人は得点感覚、ポジション取り、タイミング、はいはい、ディフェンスラインの背後へ行ったプレーというのは本当抜群ですね。そうですね、はい、これ前田が引っ張ったんですよね、はい、それちょっとボールウォッチャーになったところ、やはり隙を見逃さないこう岡崎のこの集中力、さすがですね。内田中を見て岡崎が縦、香川だ。細かいところ、また岡崎か。岡崎のシュート、いや、ファールになった。ファールになりました。やはりこの相手のゴールに近いところで中盤の選手がどれだけいい形でボールを持てるかということを考えていますが、前田、前田この大会初ゴール、3対0。前半の19分、3対0になりました。前田はチャンスがありながら決めきれなかった。2戦を受けて3試合連続の先発で答えを一つ出してきました。ここワンタッチできましたからね、中つけなかった。西アジアで、まあ、イランとともに双璧ですよね、このサウジアラビアが、まあ、こういう時にきちんと叩き切っておくということはすごく重要だと思いますね。そうですね、日本とやるのが怖いというぐらいの戦いを見せてほしいと思いますね。香川、中へ長谷部、速いボールだ。柏木、外を見る。長友が来ている中、2人、岡崎フリーになった。いや、素晴らしいアイデア。ちょっと力が入ってしまった、はい、長谷部。いい形でした、まあ、守備的な中盤の、はいはい、長谷部がここに、岡崎もよく見てたんですよ。15番のアブドゥアテーフ兄弟の弟交代、8番のアブシゲールが入ります。サウジアラビアらしさは今日もこの第3戦でも見られていない感じです。ハザージのプレー、ヤセルカフターニ、ハザージ、さすが長友、素晴らしい。柏木はここから前に出ていってほしいですね。後ろはもう遠藤と長谷部でやれると思いますね、はい、もしくはスルーした、香川かわす、誰もいないゴールだ。もう一つも落ち出した。のこう重心みたいなところで受けて、この飛び出し3人目素晴らしいですね。あー、キーパーをかわしたところでちょっと、いや、今日は新しいメンバーを3人入れました。ゴールキーパーの西川、そして柏木、さらに岡崎、岡崎2得点、前田の追加点、
3対0、山本さん前半いかがでした？素晴らしい立ち上がり、一気にこう畳みかけたところは素晴らしかったと思いますね。今サウジアラビアの方も選手交代が発表されました。途中で入ったアブシゲール8番に変えて、また同じポジションに13番のムスタファ・モーサという選手を入れてきました。同じポジションを2人変えてきました。日本がこのまま終わりますと勝ち点7になります。ヨルダンとシリアは前半途中同点という情報でした。したがってヨルダン勝ち点5、シリアは勝ち点4。このまま終わりますと日本がトップ、ヨルダンが2位ということになってきます。中へ、前田今日2点目、右からのクロスでした。後半の6分、4対0、4点差がつきました。いや、前田待望の2得点。いや、これは大きいですね。そして、まあ、前田の特徴でゴール前のワンタッチシュート、はいはい、ここを追い越してきた井ノ原、ワンタッチで入れてきた、このまたゴール前もワンタッチと、このくらいのスピード感がないとなかなか点にならないということですね、はい、一方のサウジアラビアは中盤の攻撃的な位置の選手を2度変えている。さあ、ここは初めてのチャンスがよく戻った、よく戻りました。井ノ原、やはり22番の吉田に代えてベテランのディフェンス岩政登場、ボール持てる岩政は中盤では必要な部分もあるんですけれども、点取るためにはそういう能力じゃないんですね、はい、イーブンのボールのところで、あ、イエローカードが出ました。7番の左サイドバックのハミル・モーサ、日本のチーム全体も、あるいは日本のサッカーファンも、ドイツのブンデスリーガーでの香川のプレーを思い出せば、もっとやってほしいという気持ちが強いと思うんですよね、はい、その通りですね。13番の後半途中から入ったムスタッズ・モーサ、イエローカードです。チーム力というのは問われますよね、はい、うまいサッカーすることじゃないんですよね。もう体も疲れが出てきますし、それはワールドカップも一緒なんですね。そうですね。前田サイドを見る、開ける、柏木がいるが、細かいところだ、岡崎ハットトリック、素晴らしい。後半35分岡崎ハットトリック、まあ、このバイタルからペナルティエリアの中の組み立て、崩しの質、岡崎の判断、そしてパスを出して走った前田の素晴らしさ、ここですね。これでディフェンスが引っ張られるわけですよね。パス&ゴーしたんで、ここが重要な点だと思いますよ。ボールの出どころからプレッシャーをかけている今日の日本。裏を取るところ長友の強さか、長友がファールを取られた遠藤に代わって本田拓也投入、おそらく怪我人のことも考えながら最後の最後までなかなか、おっとそのままシュートだ、抑制だ、よく防ぎました西川。蹴ったのは10番のシェルフーブ。いや、一つ一つのプレー見るとこういう怖さありますね。やっぱりサウジアラビアまだまだこう油断しているという雰囲気ではないですね。柏木ファウルなし、浮かせる香川、前にスペースがある、オフサイドはない、あっと倒れたが、コーナーです、コーナーになりました、はい、左からのコーナー、柏木が入れて中へ、クリアです。もらったという感じのプレーだったんじゃないでしょうか、はい、柏木ミドルシュート、キーパーのセービングです。まあ、こういう意外性、技術の高さがこの人の持ち味だと思うんで、はい、3人目の交代の準備をしています。ディフェンスの4番のムンタシャリが準備しています。香川空いているスペースをよく見ていた、柏木浮かせる、イメージは逆のサイドネットだったんでしょうか、はい、カタールの前線もかなり力がありますし、はい、スピードもある、まあ、そういうチームとアウェーの中でやれますからね、楽しみです。試合終了、日本完勝、5対0、西アジアの雄サウジアラビアを下しました。岡崎ハットトリック、前田2得点、一番いい形で決勝トーナメントに入ります日本です。